んにちは、マースケチャンネルです。今ですね、この車は、今から2年前の10月に買ったんですけれども、その時は冬だったのでね、冬になる前だったので、気がつかなかったんですが、その次の年の夏、クーラーをつけてみると全然効かなかったんですね。で、その時はもうそんなにね暑く感じなかったので気にしなかったんですが、次の年の去年、ものすごい暑くて、暑かったのですけれども、ちょうどお金もねなくて、普通エアコンクーラーのガスを俺が行っているその車屋さんで、入れたら、普通よりねなんか半額ぐらいらしいんですけども、4000円でやってくれるって言ってたんですけど、4000円もね、その4000円もなくて、去年は車のガラスを窓を開けて、過ごしてしまいました。で、今年に入りましてね、先日定額給付金ももらったものですから、でちょっとガスをね直してみようと思って、今車屋さんに行って、見てもらったんです。で、そしてちょっと一応ねガスが少し入ってなかったかなっていうことで、まあ入れてもらったんですけども、温度を見てみるとね、この通りでそんなにね変わりないんです。いくらかね変わったかなぐらいです。でね、原因をね車屋さんがこう見てくれたんですけども、今ちょっと外出ますね。今の部分なんですけれども、なんかこうクーラー の、その機械 その前の部分がですね、ラジエーターの方がですねちょっと曲がってて、それに押されてクーラー そのガスの流れがね悪くて温度が下がらないということだったんです。って感じですよね。でそれからね、軽自動車の方の久しぶりだし、それこそ何十年ぶりかだし、こういう車でそんなもんかなと思ったんですけども、後ろの方のね、タイヤの方からなんか変な音がするなと思ったら、ベアリングがもう下手ってると、ダメになってるということで、で、先ほど言いましたように、今年の10月に車検なんですけど、車検ってどのぐらいかかるんですかねって言ったら、もし直したりしなければ、7万ぐらいでできるけども、これもちろん古いね、年式の、MR ワゴンなので、車検まともに言うと13万ぐらいかかっちゃうよっていうことで、13万に、今その先ほど そのクーラーのとこ直したら7、8万ぐらいかかるっていうんです。ガスの流れが悪いということで、直したら7、8万だったらね、それこそ16、7万とかぐらいで、安くしてもらってもかかっちゃうって、そんだけやったら俺車買うわって最近は思ってるんです。今この車を乗り換える前にね、乗っていた鈴木スイフトは20万キロまで乗ったんですね、新車で買って。でまだねもうちょっと乗ろうと思ったんですけれども、壊れちゃって、でその時に車検はね、そんなにね、大事にしてるわけでもないんですけども、車検をねやってみたら20万ぐらいかかったんです。そんだけやったら今にしてもらえばね、それこそ安い車買えばよかったなと思ったんですけども、道路走ってるうちにこう道路の3車線の真ん中で止まってしまいまして、で急遽買ったのがこの車なんですが、この車もね先ほど言いました通り、そのクーラーの気も悪かったし、ここのこのラジオとこれせっかく MD とか CD とかついてたんですけど、 CD も、CD のディスク入れたらこう中に入って飲まれてしまいまして、 MD も使えないということで、使えるのはラジオのみということで、全然ダメだったんです。で今車屋さんにはそのいっぱい中古車がいっぱい置いてあって、10万円台のいっぱいあるぞなんていうので、ちょっと見てきようということで、こう見てたらですね、俺が目についたのはやっぱり一番良さそう
良かったみたいで、今ちょうどね、台車でまあ1時間ほどだったんですけども、この車見てもらってるうちに乗ったのが、台車で鈴木の、ワゴン R だったんですけれども、クーラーもそこそこ効いてるし、すごい乗り心地が良かったんですね。前にね、乗ったことあるんですけど、で先ほどのその中古屋さん、その車屋さんで並んでた中古で俺がいいなと思ったのが、鈴木ワゴン R のターボだったんですね。ワゴン R でターボついてて、もね、いいんじゃいいかなと思って、もしかしたら今年の10月、それにね乗り換えようかなということで、まあ、一応ね、その匂わす感じで、車のね、保険屋さんにはもしかしたら、今年来るかも、車買うかもしれませんよって言ってあるし、この車のね、を探してきてくれたそのうちの兄貴にも一応ね、その話はしているので、まあ、おおよそは分かっているとは思うんですけれども、で俺が見た感じ、まあその、車修理して車検やったら20万、やっぱり20万ぐらい近くかかってしまうということで、この MR ワゴン、まあ、今1年と、まあ、半年ぐらいだったんですけれども、半年経ったんですけれども、まあ、2年で、まあ、終了かなというふうに今思っています。ということで、次の車は、まあ、やっぱしね、ずっと鈴木乗ってたので、まあ、鈴木もいいなと思ってるし、あと、まあ、今パッと見た感じは、ホンダとかなんかスバルなんかもありましたけれども、うん、まあ、このね MR ワゴンよりももうちょっと良さそうで、まあ、特別にそんなに故障がなければ、走行距離も、ね、見ると大体、まあ、本当かどうかは分かりませんけど、6万4000キロとか、中にはその安いのに2万9200キロとか、まあ、人気のない、ね、車種なんかもあったし、俺が前にいいなと思ったスズキの K なんかもあったんです。ということで、どれにするかは分かりませんけれども、もしかしたら車を買うという方向に、今話を聞いてきたところ、そういった状態になりました。はい、まあ、一応ね、俺もネットでその車のね、その特徴なんか今から調べて、まあ、ちょっと半分ワクワクしながら、次の車検が来る日までなんとか、だましだましこの車を、乗ってみようと思います。ということで、今回は、スズキ、今から2年前に買いましたスズキ MR ワゴンの、エアコンのガスを入れに行ったところ、どうやら車を買い替えた方がいいという結果になりましたというお話でした。この動画がね、万が一いいと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。